はい、どうもワイキキです。今回は新伊達政宗超究極の予想していきたいと思います。まずギミックがウィンド必須ってことで、原則壁はまあね、配置するためとかに必要な気がするんで、ってことでまあ先見たまの触れた仲間に応じて攻撃力アップとパラドックスのキューブに追われた状態ってので、で弱点が9倍、属性効果超アップってことで、まあ木属性のキャラしかおそらくいけない。で一見ね、やっぱパラドックス的に見たら貫通っぽいけど、ウィンドね、ウィンド、あ、じゃあこれでいかんでいいや。ウィンド、これね、ウィンド、木のウィンドはまあこんだけおるけど、まずちょっと貫通で見たらもうほんとパラドックスのキャラが強かったりするんやけど、貫通ありでね、弱点ありになったらもうガブリエルとかが、あ、こいつこっちじゃねえ、これが強くなっちゃうんで、やっぱり今回は反射の方が絶対難しいしね、弱点を叩かない研究面では。でことで、この中でキャラ的に言ったらやっぱ一番注目されるのは多分ビナー、まあ、これが間違いないとは思う。まあ、回復もあってでね、まあちょっと言われてるのは状態異常回復がやっぱあるんじゃないかってこと。ビーラがね、その日に降臨するんで、やっぱりウィンドだけじゃねちょっとあれなんで、状態異常回復も関わってくるんじゃないかな。ただ状態異常回復入れたら、そう、もうこの2体しかいないんで、まあないでもいけんことはないってことで、他のキャラで行ってみたら、まあこれが状態異常回復ブラスト、バルムンク、これも強そう。ただ自分ちょっとこれ持ってないで、ビナーはまあサブにいるんで借りれるけど、であと一番自分が注目してるのは高杉、まあ、スピードアップがあって集める SS なんで、まあ耐性もあるしね、でステータスも高いんで、高杉が一番ね注目してるんですけど、まあアルマゲドンでもね十分活躍できたんですけど、いや高杉はまあ厳選していきたいなって感じで。高杉って何やったかな、まあ半金とかも良さそうな気がする。超アンチウィンドで動けるし、まあ、SS もね強いし、前傾もまあ一緒なることないと思うね、多分ここら辺とは、うん、一緒になることないんで、まあまあ絶対使えると思う。であとはメデウムとかもね、まあキラーも乗ってくるし強そうな気はするかな。なんかもうこんなもんかな、ほんと高杉一番惜しいかな、純粋に強いんで。あともう号令枠でベルセポネとかもういいかもね、ステータスも高いしね、普通に3万超えてないのちょっとあれやけど、うん、あとは雑魚のあれによるかな、雑魚の種類によるかな。あとはまあ魔族が多ければこいつもいいやろうし、アジンやったらこいつも強い。こいつなんかあったっけ、こいつはないか。でアクシスとかまあね、よっぽどおらんと思うけど、そしたらこいつ強いしね。まあ雑魚の種類によるかな。でまあそうね、まあビナーウィーラが本命として、その次に高杉で、ハンキンメレームかな。まあ、バルムンクはちょっと持ってないっていうのはあって、うん、
そんなとこかな。その4体バルムンクもまあ入れて4体かな。そんな感じで、はい。でまあ貫通入れるならもうガブリエルかな。これもまあちょっと水仙も悪くなさそうだけど、反射にもなれるんで、うん、水仙も悪くないかな。水仙がいいかな、一番。そんな感じかな。うん、まあ、とりあえず自分はまあ、ビーラービナー高杉で行ってフレンド、まあ、ビーナー入れるかなって感じ。ビナー2体ぐらいで、まあ、回復 M もあるんでやっぱり強そうな気がするんで、まあ、高杉は絶対入れるかなって感じです。じゃあ当たればいいけど。